よし、どうもさん、こちらミネットです。さあ、それぞれ実況を続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、マスターの喫茶店のこちらですね、アミーボの取り次ぎセンターを使って、いろんな過去住民を呼んでいこうの回やっていきたいなと思います。てか、サングラスないと違和感すごいな。サングラスかけとくか。サングラスがあって初めてこの服装と髪型がマッチするような感じはしますが、過去住民ですね、結構ね、いろんな動画で紹介したことあると思うんですけれども、まあ、その時に触れられなかった部分とか、そういうのを中心にね、やっていけたらなと思います。まず、ケイトさんですね。琴乃さん、ミネットさん、またお会いしましたね。レベッカちゃんがコーヒーを飲んでいます。コーヒーの香りってイライラ解消だったり、リラックス効果があるらしいわよ。今日みたいな日にいいわね。グミ、何か嫌なことでもあったのかい、レベッカちゃん。すっかり寒くなりましたね。姉も妹も負けず嫌いで頑張りすぎるところがあるから、体調を崩さないよう私が注意しておかなくっちゃ。グレースを呼んでいきたいなと思います。いや、これがさ、一番嬉しかったですよね。バージョン 2.0 になってから、まあ、過去住民、今まで、まあ、ドラマ性ってあんまりなかったじゃないですか、集まれどお釣り、まあ、そういうのが一気に増えたっていうのが面白い部分かなと思いますが、とりあえず呼んでいきましょう。お待たせしました、グレースさんをお呼びしました。なお、お連れ様もご一緒にお見えになるそうです。この店内にてお待ちください。もうすでに一緒にいたけどな。二人セットだったのか。確かグレースって一回呼んだことある気がするんですよね。あ、雪降ってる。見て。よくよく見てみたら、雪降ってるわ。こういう演出があるのかな。粋ですよね。ミを呼んだのあなた、どういったご用件しかしら。もう一回。ミーは今仕事をセーブして無期限の充電期間に入ってるの。なんか一回見たことあるな。生涯現役デザイナーであるためにも、時には立ち止まって自分を見つめ直す時間も大事にしなくっちゃ。これ弟子です、琴乃さん。先生が誘ってくださったので私もご一緒させていただいてます。まあ、これは多分ね、一回動画で紹介 したことあると思うんですけど、意外とさ、一度呼んで触れられなかった部分っていうのが2つありまして、魚政と、まあ、亀山さんですね。この2人をこの後に呼んでいきたいなと思います。彼女にケイトという名前を付けたのはミーだけど、その名を捨てたのは良かったと思ってるよ。ファッションデザイナーにとって自分で自分の殻を破るのは成長の証だもの。あれ、ケイトさんが琴乃って名前になったのっていつだっけ。あ、先生につけていただいたケイトというデザイナー名を捨てた時は合わせる顔がないと思ってたんですが、そんなことちっとも気にせずに変わらず接してくださって本当に感謝してるんです。見つめ合ってるね。私が旅先でいろんな方のファッションを見て回るのも先生の影響なんですよ。あ、そうか。あ、昔おいでよどうするとかはグレースが自分の村に来てたんですよ。で、そこでファッションチェックをやってたんですよね。それでケイトさんも集まるどうするからはお店を持ってたから、なんかもったいないなーっていう話をしてたんですけど、彼女は昔の弟子なのよ。そういう理由だったんだ。ちょうど会う約束をしてたから一緒に呼ばせてもらったわ。会う約束どころか、グレースが来る前からここで待機してたけどな。先生は今もずっと私のことを気にかけてくださってるんです。はっきりものを言う方なので怖い印象を持たれることも多いですけど、私にとっては理想の上司です。昔はね、ミーのスポーツカーを不敬とか言われたり、いろいろな注文をつけられたんですけど、なんかグレースの方がミルク入れてるんだな。え、確かだけど、グレースはコーヒーの豆で一番好きなのがブレンドで、ミルクの量も砂糖の量も入れないんじゃなかったっけ。で、ケイトさんはわからないのか。あ、そういうところ一応今回の作品ではミルク入ってるんだな。ファッションチェックの依頼ならお断りよ。オフの日は仕事は一切しないようにしているの。さようでございますか。まあ、そんな2人の会話も聞きつつ、ちょっと眠たそうですね、琴乃さん。先生には本当にいろんなことを教えていただいたんです。コーヒーの美味しさを知ったのも先生に美味しいコーヒーをいただいたのがきっかけなんですよ。ミルク入れとるけどな、こいつ。オッケー、そんな2人の会話も聞きつつ、次は魚政と亀山さん呼んでいきたいなと思います。魚政と亀山さんをね、ここで呼べるようになったから、レックスとジャスティンとの関係性っていうのもはっきりと分かったんですよ。前回は触れられなかったので、今回で触れていきたいなと思います。早速呼んでいきましょう。亀山さんですね。よし、亀山さんと魚政さんですね。2人は完全なブラックなんだね。なんかBGM 超可愛くない？亀山さんの、まあまあ聞くことないな、あの音色。いやいや、遊びに来ましたよ。息子ともいつか一緒にお茶ぐらいできる仲になれたらいいんだけどね。これね、レックスが、まあ、言うたら息子なわけじゃないですか。で、なんでこの2人が、まあ、仲違いしてるのかっていうと、多分だけどレックスってね、虫大事にするじゃないですか。で、亀山さんって虫食べるんですよ。
まあ、カメレオンだから、だからそこら辺の部分で、まあ、価値観の違いがあったんじゃないかなと個人的に思ってますね。お、僕も息子も虫が好きなのは同じだけど、ちょっと方向性、やっぱりそうだよな、方向性が違ってね、それが息子には認めてもらえないんだよね。そらそうだよな、レックスは虫大好きで、亀山さんも虫は大好きなんだけど、食べる方の大好きなんですよね、こやつ。息子はデリケートすぎて人の馴染めないところがあるから、ロマサさんとこの息子さんには子供の頃から仲良くしてもらってて本当にありがたいよ。ウオマサの息子なんですね。亀山さんに誘われてオイラも一緒に来ましたよ。もう一回。亀山さんところの息子さんはうちの息子と違って繊細だからね。亀山さんも繊細だし、似た者同士でぶつかっちゃうのかな。そういうところじゃないんだよな、多分俺的には。亀山さんきっと本当は息子さんを誘いたいんだろうね。あー、そういうところあるだろうな。このコーヒーは魚のたらふく食べた後の一服にぴったりだね。ズビズビビ。イライラしないから大丈夫かい。でもさ、ウオマサとジャスティンはちゃんと仲良さそうなのかな、これ見た感じだと。亀山さんとこは息子さんとうまくいってないみたいだね。まあ、難しい年頃だし仕方ないかな。これはさ、多分一生考えがさ変わらない限り、なんか一生仲たがいしてそうじゃない。君はうちの息子と知り合いなのかな。レックスって言うんだけど、よかったら仲良くしてやってちょうだい。俺はレックスと仲いいけどな。ウオマさんとこの家族は仲が、あ、仲良いんだ。たまに家庭円満のアドバイスをしてもらってるの。亀山さんも息子さんのことはとっても心配してるんだよね。だからうちの息子から様子を聞いてこうしてたまに知らせてるの。でも亀山さんとウオマサの二人が仲いいっていうのは初めてじゃない。集まる動物で初めて知った出来事かもしれないな。オッケー、この二人も呼んだところで次やりますか。なんかできればさ、関係性のある子たちを呼びたくない。特に改造とか。改造とリサさんって呼んだことあったっけ。改造さんのアミーを読み込みました。この方をお呼びしてもよろしいですか。呼んじゃいましょう。お、リサさんもミルク入れてるんだ。ダーリンがお茶に誘われたって言うから私もついてきちゃった。 BGM が可愛いよな、ちょっと音色みたいな。そろそろ村メロ、島メロか。島メロ変えてもいいかもしれないですね。お、呼んでくれてありがとうよ。このコーヒーカップリメイクするなら黒にしまうか絵をつけるか、どっちがこの店っぽいかな。職業病だねそれは完全に。お前のおかげでこうやってリサーチとデートできて感謝してるぜ。でもさ、この二人結婚してかなり月日が経つけどさ、それでも仲いいんだな、すごくない。ダーリンはいつでも仕事に真剣でとっても尊敬してるのよ。動物の世界がどれだけの年月が流れてるのかっていうのはわからないんですが、まあでもさ、年月が流れてるっていうのは間違いないじゃないですか。みんながしてきた苦労っていうのがここでさ、ゆったりとお話しできるっていうのは素敵な空間なんじゃないかなと思いますが、とりあえずもうちょい誰か呼びたくない。カットリーヌさん呼ぶか。朝のコーヒーはすごく美味しいけど、ダーリンが入れてくれるコーヒーもとっても美味しいのよ。ダーリンコーヒー入れるんか。この島の人たちは自分で DIY やリメイクをして暮らしてるんだってな。リメイクのプロとしてはものづくりの魅力が広まって嬉しいぜ。結構不評だったけどな。こう集まれどうする発売されて約2年経つけど、どうですか皆さん、 DIY は。なんかね、俺もいろんな人に聞いて回るんですけど、やっぱりこの DIY はいいけど、道具が壊れるシステムっていうのがやっぱり不評だったなっていう印象あるんですよね。お待たせしました、カットリーヌさんをお呼びしました。あ、パニエルいないんだ。まあ言うて元恋人同士だもんな。なんか服装可愛くない。本当にさ、おいでよどうするとか、まあ、飛び出せどうするで仕事をしていて、まあ、本当にそれが終わって、まあ、集まるどうするからはもう趣味でやってる感満載ですよね。服装から読み取れるわ。お誘いありがとう。楽しいティータイムを過ごしましょうね。あなた、そのヘアスタイルとってもお似合いよ。これ誰が金払ってるんだろう。俺が金払ってるのかな。ここのコーヒー本当に美味しいから、テイクアウトしてあの人に差し入れてあげようかしら。いや、なんだかんださ、この二人ってより戻ったんですかね。パニエルと、カットリーヌさん。イメちゃんのご相談ならいつでも大歓迎よ。でも今のあなたもとっても素敵だから、そのままでも全然構わないと思うの。
まあ、というわけでですね、今回は過去住民を中心にね、過去のお話っていうのをやってみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、グレースと俺的にはケイトさんのお話が一番好きで、まあ、次はね、亀山さんとか大政さんとかの、まあ、話も好きだったんですけど、やっぱりグレースとケイトさんだよな。街行こうよ、どうぞりからずっとね、一緒にいる二人がコーヒーを飲める光景っていうのが見れるだけでも、本当にバージョン 2.0.0 が来てよかったかなと思います。ちょっとレベッカちゃん、ミネもマスターのコーヒーが恋しくなっちゃった。偶然ね。私もあのなんかイライラした時にコーヒーを飲むうんぬんかんぬ言ってたの何だったんだろう。今日はなんだか眠れそうにない気分だわ。ひょっとしてコーヒーの飲みすぎかしら。グミ、日本人はコーヒーへの耐性がありすぎて、あんまり夜中にコーヒー飲んでも大丈夫らしいですね。マスターって接客態度がいつも変わらないのよね。ううコーヒーの味と同じね。グミ、喫茶店とか行く機会ないからな。リラックス効果、イライラ解消。ちょっとレベッカちゃん、一回お話聞かないとダメですね、この子。何か悩みを持ってそうな気がしますが、まあ、というわけでですね、今回は過去住民にお話を聞いてみたというお話でした。まあ、もしもね、機会があれば、もう少し住民の深掘りしていこうかなと思いますが、とりあえず今は島整備に集中したいなと思います。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。久しぶりにじゃあなって言った気がするな。